シドミードっていう人は多分そのプロダクションデザイナーとかっていうところの枠をすごく広げて、そのコンセプトアートとして映画を引っ張っていける、そういう力を持った絵を描ける人だと思います。世界観の構築、その世界観に含まれるストーリー、こういうものがそのシドミードの魅力だと思うので、あのシドミード展にはそのみんな毎日来て、毎日ちゃんと見て、毎回全部いろんな発見をしてもらって、そういう楽しい思いをしてもらえればいいんじゃないかと思います。